どうもこんにちは、こんばんは、ニュースターです。僕はですね、今ですね、松島の方の柿祭りの方に来ております。3年ぶりの開催ということでね、松島の方の柿祭りの方を来させていただいたんですけど、こちらから会場入っていくようになっていて、で今ちょっと12時を過ぎた頃なんですけど、もうねちょっとメインのあの殻付きの牡蠣の方は売り切れたっていう今ね情報が入ってきたんですけど、まあこの時間帯ではまだお昼ということで、もうさっきね11時ぐらいに来た時はすごい混んでて、ちょっともう歩くのもちょっと並ぶのもきついなと思ってちょっとね諦めてちょっと再度来てたんですけど、ちょっとねなかなか撮影まで回らないということで、僕消防署来てたりとかなんかいろいろとやってたりするようなんだけど、あとステージの方も今ね音聞こえてるようにやったりするんだけど、でそこでねメインのむきかきと殻付きのかき販売してて、もうだいぶ行列、もうメインの殻付きのかきが売り切れて、むきかきだけになったっていうことで、やっぱり結構ね行列少なくはなっているんですけど、でさっきね僕の方もこっち牡蠣の方買わせていただきました。で買ったのね、こっちのむき身の方だったんだけどね、こっちの今だ、はい、このむき身の方買わせていただきました。これで 500g 入って、ね、1300円だから結構まあそこそこな値段はするんですけど、まあでも結構な量が入ってるので、まあ家帰って袋開けてからすごい料理するの楽しみなんで、ちょっと買わせていただきました。であそこにね山津さんも泊まってるので、遠方へもね牡蠣が送れるということと、あとですね結構こんな感じで会場あります。もうちょっとね歩いていきたいなと思うんだけど、まあ牡蠣を使ったねちょっと屋台とかでもね、いろいろと牡蠣飯だったりとか牡蠣フライだったりとか、あと焼き牡蠣なんていうのもね結構ねできたから、まあ、当時もあんまり広くはなかったけど、はい、そういうわけで石巻の牡蠣祭りということでお伝えしております。でね、牡蠣のね風味っていうのがご飯にね入っててね、結構食べ一口食べても本当に風味が伝わってきます。で牡蠣もね結構大きいのが入ってるんでね、ちょっと食べ応えがある味だなと思います。はい、今回は3年ぶりに開催された松島の牡蠣祭りの方をちょっと簡単にレポートしてきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。また何かありましたらお伝えしていきたいと思います。ニュースターでした。バイバイ。